本日今日ジャパンで初めてのブルペン入られましたけど、はい、職等々いかがでしたか？そうですね、まあ、やっぱキャッチャーが変わるっていうことが一番大きいと思うので、しっかりコミュニケーションを取って今日はできたと思います。キャッチャーの今日お参加でいましたけど、はい、どんなお話を主にされたんですか？まあ、主にやっぱ試合で使う球種とどういう感じで投げたいかと、キャッチャーがどういうふうに使いたいかっていうところを、やっぱ中継ぎなんで、そこのところ意思疎通しっかりしてないと、本当1イニングなんで、そこはしっかり話しました。今シーズン中継ぎでかなり、好成績というか飛躍の年になったかなと思いますけど、はい、今シーズンご自身でこう飛躍の要因というか良かったところってどのあたりですか？まあ、使ってもらった、やっぱり監督コーチが使っていただいて、その中で自分のパフォーマンスを出せたところかなと思います。データ上ですと、去年からストレートの球速が伸びているとか、はい、今日もストレートの時にナイスボールってありましたけど、はい、まっすぐの感触はいかがですか？はい、そうですね、まあ一回やっぱりシーズン終わってから体ちょっとメンテナンス入ってちょっと落としたんですけど、まあ、ある程度もう試合とコンディションは変わらずにブルペンで投げれているので、まあ、本当にシーズンと同じようなピッチングができると思います。世界大会と国際大会になりますけども、はい、何かこう攻め方であったりとか、そのあたりの変化は？まあ、僕も初めてですし、どういうバッターがいるっていうのも、まあ、正直初めてなので、そこはもうある程度、シーズンとの戦い方と変わらず自分のピッチングを意識してやっていきたいなと思ってます。今日井端監督後ろから見られてましたけど、はいはい、そのあたりは？いや、もう緊張しますよね、やっぱりまあでも監督やっぱりこう選んでいただいたので、本当にそういう感謝も込めてしっかり大会で優勝して、まあ、そういう恩返しっていうものはあると思うので、しっかりやっていきたいなと思ってます。監督とは何かこうここに来るまでにお話されたことありますか？はい、そうですね、まあ初日のアップの時にちょっといろいろ話させてもらって、まあ、やっぱり起用法とか、まあ、ある程度のこう心構えとか、そういうのをいろいろ話させてもらって、まあ、本当にたくさんコミュニケーションを取ってくれるので、こっちもすごい楽に練習などできてます。はい、それを受けてこうどんなピッチングを、自分はどの役割だなっていうふうに感じてますか？
まあ、やっぱりチームが競っているところだと思いますし、やっぱり本当にみんないいピッチャーなので本当に、そこと、コンディショニングとかもあると思いますけど、しっかり自分のピッチングをまず出すというところと、やっぱピンチチームにやっぱり流れを持ってこれるようなピッチングというのを期待していると思うので、そこはしっかり、肝に銘じてやっていきたいと思っています。これだけすごい、まあ、日本代表するピッチャーたちが集まっていますけども、はい、藤井投手この中で、はい、ここは負けてないんじゃないかって思うところは、いや全部負けてますなんで、まあ、でもやっぱり、年上が鈴木そらさんしかいないですし、同級生多くて年下の子たちがいっぱいいるので、まあ初めてのこういう日の丸を背負う試合ですけど、やっぱり後輩にもしっかり気を使ってちょっとコミュニケーションみんなでたくさん取って、中継ぎやっぱりチーム一丸になっていこうが絶対強いと思うので、そこのコミュニケーションというのは上からどんどん下に伝えていけたらいいかなと思ってます。このジャパンのユニフォームに対して他の国は世界一のチームだと思ってく、はい、ると思うんですけども、はい、この大会最終的にはどこを目指してというか、はい、目標はいかがですか。はい、まあ、やっぱそこは優勝を目指して全員目指すと思いますし、僕の中でもそこっていうのはやっぱり一番チームに貢献してそこを目指したいというところはあるので、本当優勝を目指して頑張りたいなと思ってます。はい、じゃあお願いします。まあ、今回去年のアジちゃんに続いて2回目のジャパンということになりますけども、はい、今合宿2日目を迎えていかがですか。いや、まあまた違った人たちと、野球できてますし、まあ、明るい雰囲気でできてるかなと思います。はい、去年の流れでいうと、まあ、かなりマスクをかぶる機会も多いのかなと思いますけども、はい、今回このメンバーの中でどういった役割で頑張っていきたいと思います。まあ、任されたところでちゃんと自分の仕事ができるように、まあ、それだけ準備したいなと思いますし、まずは出られるようにしっかりと、まあ、体も、心もしっかり整えていきたいなと思います。はい、今更にはなるんですけど、高倉選手、まあ、今回 このに向けてのアピールポイントというか、ご自身の強みは何だと思ってますか。やっぱり打撃がまずは、しっかりと打てるっていうのを見せていきたいなと思いますし、まあ、その中で出たところがしっかり頑張りたいなと思います。はい、ちょっと今日はブルペンでの様子をお伺いしたいんですけど、3捕手で回されて、はい、藤平投手と組まれてましたけど、はい、藤平投手の球実際に今日受けてみて率直にいかがだったんですか。いや、もうシーズン中からいいピッチングしてたのは知ってましたし、まっすぐも、すごくなんかパリーグっぽいなっていうなんか強い球を、投げてた印象です。はい、途中なんか高めのまっすぐを、あれは藤平投手から投げたいというの。そうですね、高めくっていう、はい、まあ、構えました。高めに来るまっすぐ、まあ、イメージで言うと僕らは低めにっていうだと思ったんですけど、なぜ高めなのかってなんかお話されました。いや、まあ、強さもそうですし、目線変えるのもそうですし、あれだけ強いまっすぐだったら多分空振りファールが取れるなっていうふうに、まあ、受けても思ったので、まあ、そういうの話もして、はい、まあ、有効に使えたら使いたいなと思いますし、よりフォークが生きると思うので、まあ、使えるような場面があるのは、活用したいなと思います。やっぱそれってどっちかというと、南米系であった、南米とか中南米の選手たちであったりとか、そういうなんかこうアジアではない選手たちには有効だなっていうのは、なんかこう坂倉保守の中でイメージありますか。ちょっとまだデータを見切れてないので何とも言えないんですけど、まあ、結構まっすぐ強いっていうイメージはあるんですけど、まあ、どっちかというと低めを打つイメージ、強いイメージがあるので、まあ、そこも変化球だったら空振り取れるなっていうイメージもあるんですけど、まあ、やっぱまっすぐも投げていかないといけないっていうイメージもあるので、まあ、そういった意味では高めのまっすぐも一つの武器として使っていけるんじゃないかなっていうふうには今のところ思ってます。はい、その藤平投手とかなり昔からご存知だというふうに伺ったんですけど、はい、こうちょっとどの時期ぐらいからどんな関係性だったかって思い出してもらえますか。小学校ぐらいから多分、はい、見たことはあって、まあ、中学校で、まあ、シニアリーグが一緒だったっていうのもありますし、
まあ、地区 の, あのシニア選抜も一緒だったので、まあ、本当に仲良く普通に遊んだりもしてましたし、はい、友達でやってました、はい、ただの敵で戦っていただけじゃないって関係なんですか。そうですね、普通に仲良く、仲良くっていうか、まあ、友達として、まあ、ライバルとして、進行もありながら、はい、まあ、そういう関係でやってきました、はい、なんか一緒にいた時に野球じゃないエピソードとか、なんか覚えやすいとか、なんすかね、まあ千葉の下の方なんでやんちゃなんで結構なんか何かを企んでいろいろやってるようなイメージはありましたけど、まあでも普通にいい人っていうかいいやつですし、はい、まあ、普通に仲良く、まあご飯とかも行きますし、はい、まあいろいろありましたね、はい。坂倉投手がいるっていうのはすごい藤平投手と大きいとさっき言ってたんですけど、はい、この2人でジャパンのユニフォーム着て投げる時がまあ近づいてるっていうのは今率直にどうですか。いやもう本当に、メンバー発表の時から嬉しく思いましたし、まあ、速攻連絡して、まあ、やったねっていうやり取りもあったんで、まあ、お互いに頑張れたらいいなと思います。はい、実際にマウンド上がった時はまあどういうピッチングを引き出したいですか。いやもう彼のいいところちゃんと出してもらえるように、はい、後ろに反らさないように、まあ、頑張りたいなと思います。はい、こう一緒に世界一取ったらすごい経験かなと思うんですけ ど, どうすそうですね、まあ、同郷ですし、まあ、同級生ですし、まあまあ、早川も千葉ですし、まあ、本当同級生が多い、まあ、いい関係で、入れるような、ライバルでもあり、いい関係でありたいなと思います。最後に、まあ、去年はアジアチャンピオンシップは優勝しましたけども、このプレミアに対してこう目標というかどんな結果を掴んで終わりたいと思いますか。いやもうもちろん世界一は、目指して、連覇かかってますし、前回大会は相澤さんが優勝キャッチャーだったので、まあ、僕もなれるように、はい、頑張りたいなと思います。はい、ありがとうございます。テレビは大丈夫です。ありがとうございました。まあ、当然優勝ですし、凄みを増す大谷のピッチング、 WBC の熱狂再び、王座は譲らない。世界野球プレミア12、11月開幕。テレビ朝日スポーツ公式 YouTube のチャンネル登録はこちらから。フィギュアスケートやサッカー、バドミントンなど、ここでしか見られない限定コンテンツがたくさん、ぜひたくさん見てください。